こんにちは、翔太です。なぜか音声が取れていなかったのでもう一度話すんですけど、ディスコードサーバーが合併されます。これまでですね、ブラウザ版とアプリ版で、それぞれのチャンネルサーバーがディスコード内にあったんですけど、なんかですね、アプリ版の放置少女のディスコードサーバーでできることが、ブラウザ版のディスコードサーバーではできないみたいなことがあったみたいで、まあ私もですね、まあこのアカウントではできるけど、このアカウントではできないみたいなことは別になんか他のところでもあったりとかするんで、まあそういった感じのことなんじゃないかなと思います。で、まあちょっとブラウザ版の方が不公平だっていうところと、まあ多くの方がそもそもどっちもですね、登録していて、いちいちなんか見に、あっち行ったりこっち行ったり見に行くのもめんどくさいっていう風なところで、利便性の向上とコミュニティの促進を目的に、このディスコードサーバーをアプリ版の方に移動するみたいです。で、移動することによって、多分これからは更新内容とかですね、アプリ版でこれまで見ていた方に、なるかなと思いますので、まあ、ブラウザ版やられていた方で見ていた方は気をつけてください。で、本日ですね、もう新規書き込みっていうのは停止しております。で、11月24日には完全にサーバーが停止っていうところで、私ちょっとディスコードのサーバーが止まるとどうなのかあまりよくわかってないんですけど、まあもしかしたらもう見れなくなるとかなのかもしれない知れないかなと思っているんで、ログの保存とかですね、される方は忘れないようにしてください。で、明日のですね、ブラウザ版の更新内容なんですけど、私にはちょっと見つけることができませんでした。ブラウザ版の方はもう書き込みされてないですし、アプリ版の方もちょっとどこにブラウザ版の更新内容があるのか全然わかんなかったんで、ちょっと明日のブラウザ版の更新内容はないです。ごめんなさい。ただですね、前回の更新で白拓が今来ておりますので、まあ今撮るなら工芸か白拓って感じなんですけど、まあ白拓撮っていればよっぽど間違いはないかなと思いますので、皆さん白拓撮ってください。まあこの後に Q ちゃんが仮に来たとしても、その2択でも私は白拓の方がいいかなと思っているので、まあやっぱり戦役100、まあ100、特に190までは Q ちゃんも必要っちゃ必要なんですけど、まあちょっと後半で Q ちゃんちょっと使いにくくなって来る場面も多少メインのアタッカーにしていたらあるので、まあ別に白拓取ればいいかなと思ってはいます。ちょっと今回、まあ更新内容はちょっと言えなくて申し訳ないんですけど、これで終わりにしようかなと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、 X のフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。